8月25日に第18期飯田正人杯最高位戦クラシック決勝2日目が行われ、最高位戦日本プロ麻雀協会の A1 リーガーである石井一馬プロが2015年の第10期以来の2回目の優勝を果たしました。決勝の結果についてはご存知の方も多いと思いますが、各組に分かれた予選の結果がどうなったのか、昇級したのか降級したのか気になる方もいると思いますので、今回は第18期飯田正人杯最高位戦クラシックの予選から本戦決勝までを振り返っていきます。なお、最高位戦クラシックのルールや勝ち上がりのシステムについてはこちらの動画でがっつり解説していますので、ご参考にしてください。このチャンネルでは250本近くの長い動画を投稿してきましたが、一番作るのが大変だったのがこの動画でした。それが最初は1000再生もされず、最高位戦クラシックは需要がないのかなと思いましたが、そこからじわじわ再生され、現在は1万再生を超えて、やっぱり価値ある動画だよね、意味あるよねと思っています。ぜひ最高位戦クラシックのルールや勝ち上がりシステムも興味がある人はこの機会にご視聴していただければ幸いです。ちょっと宣伝も入りましたが、早速予選である1組から見ていきましょう。1組は全4節ですが、3節終了時点で下位2名が仕切りとなり、協会の須田プロと最高位戦の平川プロがここで敗退となりました。2人とも昇降級ポイントに貯金があったため降級にはなりませんでした。他には M リーガーの松ヶ瀬プロや最高位戦 A1 リーガーの水巻プロと坂本プロがこの1組の予選で敗退となっています。7位までが本戦進出となりましたが、決勝に残った石井プロと木原プロはここから勝ち上がっていました。他には M リーガーの渋川プロや元 M リーガーの村上プロ、協会の強豪である矢島プロも勝ち上がっています。そして2組の結果がこちらです。8位までが本戦進出で、協会のリーグ戦で厳しい時期を過ごしている田野口プロが昇級を決めています。また最高位戦の浅井プロも累計10ポイントで昇級となっています。M リーガーの小林プロがギリギリ通過でしたが、最高位戦の新井プロが惜しくも敗退。竜類のアルガプロ、M リーガーの鈴木太郎プロも敗退。そして俺たちの近藤誠一プロが敗退だけでなく、累積マイナス18ポイントということで降級になってしまいました。降級になってモチベーション的に来年出るのか気になるところですが、とりあえず残念でした。そして3組の結果がこちらです。3組は53人中16位までが本戦進出となっています。霊障位の谷井プロが昇級、協会の代表である五十嵐プロと M リーガーの松本プロが揃って本戦進出。 M リーグの解説でおなじみの土田プロは累積13ポイントで昇級となりました。セガサミーフェニックスの新 M リーガーである竹内プロと浅井プロも揃って本戦進出で、決勝に残っていた浅井プロはここでわずか400点差で勝ち上がりとなっていて、ここで敗退でもおかしくはない結果でした。他には現象王のムクプロ、 M リーガーの鈴木優プロ、第5プロがここで敗退となっています。そして4組の結果がこちらです。4組は180人中40位までが本戦進出となっています。この4組1位で昇級となったのが最高位戦女流プロの佐藤芽衣プロでした。佐藤プロは若手ながら人気が高く、ファンの期待に応える予選だったのではないでしょうか。また決勝に残った玉ちゃんこと玉村プロはこの4組から勝ち上がっています。この4組で敗退となったのは M トーナメントに出場した RMU の中川プロ、連合の押田プロ、天本位の山田ドッポプロ、 M リーガーの浅見プロ、河野直也プロ、最高位戦 A1 リーグで首位を走る牧野プロで、牧野プロは残念ながら累計マイナス13ポイントで降級となってしまいました。そして5組の結果がこちらです。5組は311人中52位までが本戦進出となっています。5組では決勝に残った川岸プロがこの5組から勝ち上がっています。他にも本戦に勝ち上がったのは最高位戦の友添プロ、最高位戦にプロとして復帰した平沢プロなどがいます。そして敗退となったのが最高位戦女流プロの足木プロ、
女流唯一の最高位戦越リーダーの田野プロ、かじりさことかじプロ、M リーガーの渡辺太志プロ、最高位戦の実況でおなじみの佐伯プロ、天本位の茨城プロ、元 M リーガーの丸山プロとなっています。そして、敗者復活的なリバイバルマッチです。リバイバルマッチには101名が参加して、結果はこのようになっています。誰がどうとかくわしい内容については割愛させていただきます。それでは本戦に移ります。本戦1日目は7ブロックに分かれて行われ、A ブロックの結果がこちらです。5回戦で足切りがあり、表が見にくくなっているのでご注意ください。玉村プロが首位で勝ち上がり、村上プロ、松本プロが敗退となりました。そして B ブロックの結果がこちらです。協会のゆずかプロが勝ち上がり、現女流名人の谷崎プロ、協会の水口プロ、下石プロが敗退となりました。最高位戦の友添プロは6位ながらワイルドカードで勝ち上がりとなりました。そして C ブロックの結果がこちらです。協会代表の五十嵐プロはここで敗退となりました。そして D ブロックの結果がこちらです。決勝に残った川岸プロは6回戦目でまくって5位となって勝ち上がりとなっています。そして E ブロックの結果がこちらです。最高位と新規戦の2冠に輝く竹内プロはここで敗退となりました。そして F ブロックの結果がこちらです。決勝に残った浅井プロは6回戦目の大きなトップでここでもわずか400点差で辛くも勝ち上がりとなっています。最後に G ブロックの結果がこちらです。小林プロが5回戦終了時点で1位となり勝ち上がりとなりました。そして本戦2日目です。トーナメント1では12択に分かれて行われ、1択から3択の結果がこちらです。最高位戦の代表であるニーツプロは、前期が決勝4位というシードでこのトーナメント1からの参加となっていて、見事に勝ち上がりとなっています。そして、4択から6択の結果がこちらです。優勝した石井プロ、決勝に残った川岸プロがここで同択して共に勝ち上がり、小林プロはここで敗退となりました。そして7択から9択の結果がこちらです。決勝に残った浅井プロが1位で勝ち上がりとなっています。そして10択から12択の結果がこちらです。現連勝位の谷井プロが1位で勝ち上がりとなっています。そしてトーナメント2です。トーナメント2は7択に分かれて行われ、1択と2択の結果はこちらです。優勝した石井プロがここでは1位で勝ち上がりとなっています。1組2位だった木原プロは、このトーナメント2にジャンプアップしていて、木原プロも1位で勝ち上がりとなっています。そして、3択と4択の結果がこちらです。決勝に残った川岸プロとニーツプロが勝ち上がりとなっています。1組3位だった渋川プロは、このトーナメント2にジャンプアップしていましたが、ここで敗退となってしまいました。そして5択から7択です。決勝に残った浅井プロと玉村プロがここで同択となりましたが、共に勝ち上がりとなっています。そして準決勝ベスト16で6回戦を戦った結果がこちらです。前期最高位戦クラシックを優勝した伊藤プロがシードで、1組1位となった矢島プロがジャンプアップでこの準決勝に参加しています。石井プロが5回戦目の終了時点で1位となり決勝進出を一足早く決めています。決勝に残った5位の玉村プロと惜しくも敗退となったニーツプロの差はここでも400点と、不思議と400点差が明暗を分けることが多い大会となりました。そして決勝1日目が8月11日に行われ、結果がこのようになり、ここで5位となった川岸プロが敗退となりました。そして決勝2日目が25日に行われ、結果がこのようになりました。10回戦目が始まった時点では三つどもえ状態でしたが、最終戦に数ランクを上がって勝負を決めた石井プロが見事に優勝となりました。あと新園田システムも大好評でしたね。ということで最後に各選手のコメントを紹介します。めちゃくちゃ緊張して、いつも通り打てない部分が悔しい部分だと思いますが、今の実力ではこれが限界かなと、なかなか皆さんに迷惑かけないように、でも自分も可能性があるところは狙いつつっていうのが難しかったです。
下手くそなところもお見せしてしまったので、また上手くなった姿をこの場でお見せできるように頑張ります。引き続きよろしくお願いします。トン4曲までは楽しかったです。それなりにチャンスがあって、途中まで分かっちゃうんじゃないかと思いましたが、ダメでした。泣いたから積もられた。僕としては全力でやった結果だと思うんですけど、もしかしたら僕以外の人が座ってたらね、積もられなかったかもしれないと思いますが、自分の実力は多分出せたんじゃないかなと。腕は足りないんだけど、それなりにパフォーマンスは出せたかなと思って、特に後悔はあります。ただ悲しいです。玉村さんとかは20代後半、僕も50代でしょ。多分生きてるうちにこの舞台に戻ってこれないんじゃないかというぐらい、競技麻雀人生先がもう今年は最後のチャンスぐらいと思って本当に悲しいです。全国350人のラッキーハゲファンの皆様、今日はいいとこを見せれずに申し訳ない。続きは夜の配信でお会いしましょう。一歩なのかわからないけど、離れすぎて勝負かけのリーチとか実ってたんで、今回はやっぱスワンコの曲が悔やまれますね。もうちょっと組み方も、もうちょっと目いっぱい組めばよかったんですけど、ちょっと石井さんと玉村さんが2人来たのが蹴落とされましたね。現物持ちたくなっちゃったんで、いろんな人から LINE とかいただいて頑張りたかったんですけど、石井さんが強かったですね。決勝はここに3年で4回とか行ってるんですけど、いずれもね、勝てなくてなかなか悔しい思いもしているので、どこかで、今年かわからないですけど、またこういう舞台が来れば、今度は必ず取れるように頑張っていこうと思いますので、またよろしくお願いします。いやー、もうほっとしたというか、2日目始まった時にトップだったんで、かなり有利に立ち回れるかなと思いきや、2ラススタートで僕、堀さんがクラシック取った時解説してたんですけど、堀さんも同じような感じだったんで、それがフラッシュバックして、ただ堀さんの時優勝してたので、まあまあまあいけるかなと。ただ1回目のラスはしょうがないかなという感じだったんですけど、2回戦目に緊張してたのかな。全然打たない方がいいパイで、かなり打たない方がいいパイで、なんだかんだ緊張してたのか、最初のラスで焦りがあったのか、普段は打ってないような感じだったんで、気持ちを引き締め直して、気持ちをリフレッシュして打てて、早めにああいうのがあってよかったのかもしれない。スーアンコの曲ですよ。チートイツイシャンテンから3200オールも大きいなというところだったんですけど、1万6000オール大きいじゃないですか。2個目アンコ打ったらポンテン取って、積もったら4000オールとか、そういう選択もできたんで、一旦アンコは残して、そしたらスル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 、1万6000オールって6万4000点離れるんで、あとは各々の親を流していく作業というかゲームになったんですけど、ただクラシックルールは上がり連チャンなんでね、親の現物を残しておけば大丈夫なのかなという感じで、ほとんど上がりには向かわなかったですね。優勝することができました。応援ありがとうございました。クラシック2回目の優勝なんですけど、決勝も2年前に1回残っていて、3度目の決勝だったんですけど、2年前はすごい悔しい思いで優勝を逃したんで、今年こそクラシック優勝できたらという思いはかなり強くて、SNS でも応援メッセージをかなりいただいて、勝たなきゃいけないなという気持ちが強くなったんで、今回の勝利はすごい嬉しいです。応援ありがとうございました。ということで、今回はここまでとさせていただきます。よかったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。